はい、こんにちはくんです。ということで今日はね、ちょっと、何これ？これは何なの？この甲状腺は何なんですか？題材は？ヤギさんっていう人が作ってくれたんだけど、ヤギさんこれは、これ何でしょうこれは。これ何が行われてるのこれ。ヤギが、ジャンプ、ビヨン、ウサギなんだけども、ヤギがジャンプして、水を出して、やばくないのか。何やってんのこれ。これ何が伸びてんの。しかもこれイカ、これどういうことなの怒り投げてんのこれ。怒り？ヤギが海を作りました。サメを出しました。サメ？どこにサメいんの？あ、これがサメか。あー、はい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 。これがサメか。宇宙人がビーコンを取りに来ました。あ、ノアの箱舟ね、これ。ノアの箱舟だったんだ。あー、神話の話か。あー、神話の話なんだ。で、海賊がビーコンを取りに来た。これ、旧約聖書ですね、これ。すごいな。やばい、狂ってんな。で、どうやって戦うのこれ。どういうルールなのこれ。やめちまえってなんだよ。どういうルールなのこれ。え、なんかいるし。え、なんかいるし、いるし、いるし。どうやったらクリアなのどうすんのこれ。前衛芸術これ。なんか上飛んでったぞ。ピョーンって飛べるのか。え？ワンピース。そうか。これは何だったの？これは神様なのか？この世界の中での。この世界の神様なんだね、この、水をバーっと出してるのは。あ、アドベンチャーモードだとジャンプできるんだ。やってみるか。できないぞ。青だと飛べる。あー、青チームだと飛べるんだ。守り側は戻れるんだ。で、攻め側はどうやって攻めんのこれ。攻め側の攻め経路ってどうなってんだ。あ、これで飛ぶのか。このシュルカーの攻撃を受けて飛んでいくのか。はー、なるほど。あ、なるほど。そういうことか。あはははこれ新しいね。このタイプの向上の方法はちょっと、新しいね。これをわざと攻撃側わざと食らって上に登ると。制限時間はどうする？7分とかにするか。すごい戦いになりそうだね。やばいやばい、サメに食われる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 。攻め側はこっち側スポーン。意外と考えられてる、そこは。ゲームバランスについては割と考えられてるね。クジラの中なんかあんの？クジラって何っていうか。クジラの中。これクジラなの？え？なんかある？え、なにこれ？なんかクジラの中なんかいる。なんか不審な物体がある。怖っ。なんかこっちにもいる。これ、うさぎかこれ。多分これヤギだな。見えないところまでこう作り込むのが。やばいね。ヤギがタコの手を持ってます。ええ海の波です。あ、クジラじゃなくてこれ海の波なんだ。で、つぶ貝があってなってる。つぶ貝ですら理解できないっぽいね。やりましょうか。なるほどな。だってね、守り側って全員どこで湧くんだろう、最初。あ、最初下か。でも、ここでどうすればいいんだ。え、これ上上がればいいんでしょ、これ。上上がって、できるだけ上上がって、上で守るみたいな。あ、まあ、最悪この上にも行けるよね。この、ヤギのところにも行けるよね。まあ、ちょっと待つわ、これ。どうやって守ればいいんだろうな、これ。5分守れんのか。はい、ということで、やっていきましょう。どっちが勝つんだろうね、これ。両兵が、上にいる。上取られるの辛いよな。開始です。おい、即死するぞこいつとか。あ、やべ、即死コースだ、これ。気づいてない、気づいてない、気づいてない。なんで？あ、気づいた。あ、ヤギさんヤギさん、マップ制作者こんなところにいたのか。逃げ回ってる、逃げ回ってる。マップ制作者。ジャダムが追い散らしたけど。こいつを使って、上に、行けない。いやいや、普通に行ってもこれ行けないからね。アスレチックで行く感じじゃなくて、これダメージを受けていく感じなんで、そう、白熊メロンのやり方だね。そうだね。白熊メロンのやり方です。俺、辛いな、でもこれ。めっちゃ集中砲火食らってんじゃん。でもこれ、ちょっとずつしかいけないよね、これ。あー、なるほど。こっちの部隊がいるのか。こっちの部隊多分攻撃できるな。確かに、ここを殺しといていいね。届かないよ。いや、届く。100% 届きます。横にいろいろ行くと届かなくなる。普通に上にシューってじゃ、行った方がいい。横っていうか、まあ、単純に上に登ってった方がいい。それかさ、もうここで受けてるのがダメなんじゃない？近くで食らうからダメなんだよ、それ。やばいな、これ。全然いけない。これ矢が強すぎる。矢がクソほど強くていけてね。多分この多分上とかで食らわなきゃダメなんだろうね。下で食らってる時点で無理な気がする。あ、シュルカーが別に召喚された。多分ね、ここで食らわないと。そう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 。あー、いけなかった。やっぱこの
みんなね、直下で食らっちゃダメだよ、多分。直下で吸収してる勢がいていけてない、多分。もっと下がった方がいいぞ。残念ながら一人も上がれてないっすね、現状。シュルカーめちゃくちゃ難しい説ない。お、あー、いけない。あー、こっちの、別のところはやられたな。もうちょっとなんか矢とかを用意してやった方がいいかもな。もう少し強くしないと、これ。あ、つぶがいが頑張ってる。頑張れ、つぶがい。でも、横にぶれるとね、飛べなくなるんだよね、多分。さあ、34、33、ワンサイドゲームになっちゃったな。もう少し工夫が必要だな、これ。矢が強すぎる、多分。ある程度いけるようにしないとダメだな。シュルカーの数も増やさないと。はい、ということで。なんだよ、この3人。これ可愛いな、この軍団。この軍団、前衛部隊じゃん。始まったぞ。前衛部隊、殴られに来てるよ。さあ、全部だよ、まあ、ほっといて。このね、シュルカーでジャンプして飛んでいくことになります。このシュルカーでジャンプして、この、ノンドコンドの方がいけてね。みんな無視してんのか。みんな無視して上昇してるんで、この、ここのね、つぶがいが乗ろうとしてるところ、ここ乗っちゃえば、いけます。でもこれ、うざいな、その空飛んでんの。意外と強いかも。うざい。強いわ、これ。空飛ぶの。そして、誰も攻撃しない。ここ。この間活躍できてる、一応。意外と、ありだね。シルカーの数が多いから、まあ普通に乗っかるべきだよね、ここの白いところに。この白いところ乗っかればそのままね、トントンと上に上がって、いけます。意外とこの上部隊うざいのかもね。こいつら、結構弓撃ってるよ。殺さないと始まんないんじゃない?こいつらを。これだけ人数いたら。4人ぐらいでしっかり守ってるから、5人か。で、しっかり守ってるから、かなり強い。すごいな、ちゃんと活躍してる。裏側行ってもね、多分、効果切れて終わるだけなんだよね。だから表のこのやっぱコンクリートのところやっぱ行かないとダメという感じですね。シルカーの力を得て、この白コンクリに乗らないと、いくら力を得ても、なんか裏側回っても意味ないから、表のね、やっぱここ行かないと。あ、でも撃たれてんな、この、こっちのやつ撃ってる。クガダとチタンがめっちゃ撃って妨害してる。なんかこれ意外と難しいのか、攻め。攻めしんどいかもね。あ、チタンたちがなんか落っこしった。チタンとクガダが死ぬ。あー、ついに陥落か。あ、ジャダムが陥落させに行った。これはなんか、あ、ファマスも。ファマスが死ぬ。ファマスみんなボコボコにしたな、ファマスのこと。別にファマスターゲットじゃないからね、今回。あー、むずいね、これ。矢が相当うざいね。マチャカリこっちに乗り込むの?マジ?マチャカリ強っ!乗り込んだし。なんか、分かってないぞ、こいつら。うわ、強っ強い。でも、サブ拠点に手間取りすぎだよな。サブ拠点に相当な戦力を割いてしまってる。あ、両兵が助けに来てる助けに来た両兵が死んでしまった。さあ、残るはサブ拠点が主、あれ?一人サブ拠点の勇者がいる。二人いる!サブ拠点の勇者いるな。なにこれ?なんだこれ?なんか見えない道みたいなのね、ここに。なにそれ?いや、こ、天空の道あんのか、ここ。あんなの相手にしちゃダメだな。あ、でもうまい。ニャンドル頑張れ。ニャンドルがいけた。頑張れ、ニャンドル。うまいぞ。あー、このムーブだよね。このムーブをみんなでしないとダメだね。これはちょっと、あれっすね。サブ級に手間取りすぎたな。白くまメロン頑張ったのに。いけそうでいけない向上線だね、これ。あー、もうちょっとって感じだったな。あー、もうちょっとだね。あと1分あればって感じだったね。意外とでも、結構死んでるから、あと1分だね。あと1分あればって感じです。ちょっともう一回ちょっと、少しシュルカーの数調整して、ちょっとリベンジやりましょう。攻め側やってみよう。よし、行くぞー。まずサブ拠点だなー。でもサブ拠点ね、無限にいるからー。サブ拠点まず殺さね。サブ拠やろうぜ、サブ拠。ほら、死ね。ほら、死ね。殺せ、サブ拠点のゴミ、この。ゴミを殺せー。その、ん?別のゴミがいるだろ。おいな、いるぞ。あぶれ出た奴らがいるな。オッケー、やった。まあもうちょっといけないところはもうしょうがないから、シュルカーのやつ、弾食らわねえと。もう弾どんどん食らって、どんどん行くよ。俺に食らわしてくれ。おい、シュルカー頼む。飛べねえな。くそ。どっから撃たれてんだ、これ。やっぱあそこか。やっぱこの真上から撃たれてんのか。あ、なんか降りたやついんな。チタンが降りた。おい、何やってんの、おい、こら。おい、こら。何回収しとんじゃん、お前。回収要員いる。全然俺、シュルカーの方行ってないっていう。待てー!ホタロー!死んだか?死んだな。オッケー。あ、めっちゃ上がってる。いいぞ、みんな。よし、俺も上に上がろう。あ、やばい、怖い。めっちゃ怖い、ここの視点。やばい。あー、くそ、これ、撃ち落とされるな。ふわふわしてね、怖えわ。よし、いけた。やばい、怖い。
矢が尽きないね。落ちてきたやつ絶対殺すとかしないと無理だな。あー、だいぶ行ってるんだけど、裏からは回れないよ、構造上。表から行こう、表から。頼む。俺に食らわしてくれ。よし、食らった。くそ。あーっつー。よし、登れた。いやーきつー。あともう一歩なんだけどな。ちょっとでもみんな上行って敵の矢減らそう。よし、OK。行くぞ。俺まだ84個あるよ。なんでそんな持ってんだ。くそ。あー、マジか。撃ち落とされたら、もうの、ノリの気合でなんか前進して突破するしかない。いいよ、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 いいよ。いいよ、いいよ。マジかー。いやー、惜しいねー。なんかいけないねー、これ。なんかあと一歩って感じだねー、これ。まあ、サブ巨勢を割と早々に殺せたのはまあよかったね。ああ、まあでも、このシュルカー使ったっていうのがなんか新しくて面白いね。お互い矢とか持ってても多分なんかそれはそれで面白くなりそうな気がする。なんか新たな可能性を感じた向上戦ではあった。今度これ使ったなんかネタとかコメント書いてほしい。シュルカー使って何かやるみたいな。シュルカージャンプで。まあ、多少うるせえけど。